1704年のリブレット、アルミーラ HWV1 は、ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデルが1704年に作曲したオペラ。ヘンデル19歳の時に書かれた最初のオペラであり、また、ハンブルク時代にヘンデルの作曲した4曲のオペラのうち唯一、現存する作品でもある。ドイツ語とイタリア語が混在しており、バレエのための舞曲を多数含む大作である。 正確なタイトルは、王者の優位天変または、カスティリアの女王、アルミーラという。ヘンデルは1703年春に、ハンブルクに移って、ハンブルクオペラのバイオリン奏者として働いた。当時のハンブルクは、ドイツのオペラの中心地であり、ヨハン・ジギスムント・クッサーや、ラインハルト・カイザーによって作り上げられた、独自のハンブルクオペラが上演されていた。 ヘンデルはハンブルクでカイザーの強い影響を受けた。台本はベネツィアのジュリオパンチエリ、アルミーラをフリードリヒクリスチャン・ホイストキングが本案したものである。中世のカスティーリを舞台としているが、史実には基づいていない。レチタティーボはドイツ語で、アリアは曲によってドイツ語、またはイタリア語で歌われる。これは当時のハンブルクオペラで一般に行われていた習慣だった。 オペラはカイザーによるエピローグ、ヨーロッパの天才を付け加えた形式で、1705年1月8日に、ハンブルクのゲンゼマルクト劇場で初演され、約20夜にわたって成功裏に上演された。1732年に、テレマンによって、過失の上で復活上演された。第1幕の最終アリアの曲は失われた。第3幕のサラバンドは、後に歌詞を加えて、オラトリを、 字と悟りの勝利やオペラ、リナルドに転用された。特に校舎の、私を泣かせてくださいはよく知られる。イタリアで書かれたオペラ、ロドリーゴは、アルミーラの音楽を多く転用している。フランツリストは、第一幕に登場するシャコンヌとサラバンドをもとに、ピアノ曲を書いている。トランペット3、リコーダー2、オーボエ2、ファゴット、ティンパ2、弦、通奏低音。アルミーラは、 女王に即位し、大冠式の合唱に続いて、スペインの踊りが踊られる。前王の遺言によってアルミーラは、コンサルボ家の者と結婚しなければならないことが明らかにされるが、アルミーラ本人は、初期のフェルナンドを密かに愛していたために苦しむ。コンサルボの息子のオスマンは、エディリアと婚約していたが、王家の地位を得るために彼女と別れて、アルミーラと結婚しようと考える。 フェルナンドはアルミーラを愛しているという意味の言葉を木に刻むが、アルミーラはその言葉をフェルナンドがエディリアを愛しているという意味に誤解して怒る。宴会でエディリアはオスマンを嫉妬させるためにフェルナンドにくっついてみせる。オスマンは一種返しにベル・ダンテと仲良くする。クーラント、ブレイ、メヌエット、ロンドウが次々に踊られる。アルミーラは フェルナンドとエディリアが愛し合っていることがはっきりしたと考える。マウレタニアをライモンドが死者に噴してアルミーラに面会を求める。ベイルダンテはオスマンに恋するようになる。オスマンはフェルナンドがアルミーラを愛していることを知らず、自分とアルミーラの間を取り持ってくれるようにフェルナンドに頼む。フェルナンドに会ったアルミーラは自分がオスマンと結婚すべきかをフェルナンドに尋ねるが、フェルナンドは アルミイラの愛を受けるに足りる人はこの世にいないと答えたため隠れて聞いていたオスマンは怒る。オスマンはフェルナンドに決闘を申し込むが、アルミイラは密かにオスマンの剣を盗むことでそれを止める。アルミイラの部屋にオスマンの剣があるのを見た、エディリアはオスマンがアルミイラと愛し合っていると思い、逆にオスマンはエディリアがフェルナンドと愛し合っていたと考える。アルミイラと ライモンドの会見の場で、三つの大陸を代表する舞踏会が開かれる。フェルナンドは、ヨーロッパを代表して、アントレを、オスマンは、アフリカ人の紛争をして、リゴドンを、コンサルボは、アジア人の紛争をして、サラバンドを踊る。ライモンドの真の目的は、アルミイラとの結婚であったが、アルミイラはうまく断る。タバルコは、愚者に噴して、ジグを踊る。 ライモンドは昇進のエディリアに愛を語り、エディリアもその気になる。コンサルボーもフェルナンドがエディリアに近づいているという噂を聞きつけ、息子の婚約者を誘惑した罪でフェルナンドを牢に入れる。フェルナンドは手紙とともにルビーをアルミエイラに送る。アルミエイラはフェルナンドに一旦死を申し渡すが、誤解が解けて喜びの二重章を歌う。一方、アルミエイラと エディリアの両方から拒絶されたオスマンは、ベイ・ダンテと結ばれる。フェルナンドから送られたルビーを見たコンサルボは、かつてシチリアから航海した時に船が遭難して、行方不明になった息子のフロラルドこそがフェルナンドで、あると知る。フェルナンドは、コンサルボ家のものと判明したことで遺言に示された、結婚条件を満たし、晴れてアルミーラと結婚することになる。全員の合唱で幕を閉じる。 ありがとうございます。